ティーソルにどんな印象を持たれましたか？どんな印象？なんかね、去年よりもすごいゴールに直結してくる攻撃が多いなって感じたっすね、試合中。細谷選手の背後の抜け出しを誰一人見逃さないように見てたりとか、マテウス・サビオ選手に入った時も、ずっと細谷選手の動き見てたりとか、サイドバックの選手が持ったりとかね、なんかそういう、俺らの強みを生かすんだっていうのは、すごい感じましたね。なんか、だから、ああやってロングボール、すごい多くなってるのかなって思ったし、もちろん後半はさ、レイソル側からしたら、向かい風だからさ、なかなか難しいところもあるし、俺らもすごいはめやすかったし、あえてロングボール蹴ってくれるからこそ。でもなんか、前半はすごい苦しかったな、個人的には。そんな前からめっちゃセンターバックまでにかけるっていうイメージはないけど、サイドバックに入った時とか、中盤に入った時に、前から行かない分2、3人で囲むのが早かったりとか、ディエゴに縦パス入った時なんか3人で食いついてバッて取って、そっからのカウンターがあったりとか、そういうのを見てると、なんかすげえ、ボールをポゼッションしてってよりも、やっぱゴールに直結するプレーが、大事にしてんのかなっていうのはすごい感じましたね。それはなんかすごい印象的だったな。なんか去年はそんな印象なかったんで、正直。良 くも悪くもっすね。うわ、ここ繋いでくんのかっていう、俺らからしとったら嫌なところもあるし、ね、それはまあ良くも悪くもだけど、まあ結局でも引き分けなわけで、去年の最後はさ、4対3とか、5対3とかで確か僕ら勝ってると思うんで。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。っていう感じで今日は終わりたいと思います。皆さん、今日も見ていただいてありがとうございます。また、お疲れ様でした。バイバイ。疲れでーす。